です。ご報告。さて今日は餃子、味の素の餃子です。と味噌汁と漬物。いただきます。昨日ね、廊下に血がね、血液がポサポサポサと落ちてたんですよ。なんだこれと思って、俺は怪我しないからね、分からんなと思っていたんですけど、次の日になってKが酔っ払ってひっくり返って頭を打つ。バカーンと開いてね、まあどうだろう、3針ぐらいの大きさだったんじゃないかな。でも K は病院嫌いで行かないんですよ。痛いみたいですけど、傷は塞がってました。まあ大丈夫でしょう。あ、それで前回してた舌の異常ね、痛みと腫れもすっかり収まりました。音声外来の先生と健康療法士の技師さんが3人でついてくれることになりまして、生体は無理だけど喋るリハビリをしようということで新たな体制が組まれまして、まあそれは良かったなと思ってるんですけどね。味でもその餃子って美味しいね。これ一番好きだわ。これね、ラー油入れてるんですけど、おかずラー油、おかずラー油を入れてます。美味しいですよね。中にはじゃがいもが入っていれば満足です。大好きなんだよな、これ。しかしもう年末まであとわずかですね。早いなあ。この間まで暑い暑いしてきたのに、もう今や寒い寒いだもんね。最近年取ってから季節の移り変わりがすごく早く感じるんですよ。4月からこっち、本当は早かったですね。父が話すことは子供の頃に比べて充実しないってことなのかな。子供の頃は遊ぶのに精一杯だったし、包丁にも引きたいんですけど、なかなかね、暇がなくて引けないんですけどね。この間ね、PCR 検査受けてきたんですよ。受けてきたっていうよりも、扁桃腺が腫れて、喉がすごく痛かったんですよね。で、近くの内科行ったら、入り口には入らないでくださいと、電話で問診しますって書いてあるんですよね。散々聞かれて、最後は体温を測って、PCR 検査しますからってことで、鼻に綿棒を突っ込まれて、しばらく待ってたら、陰性だということで診察してもらったんですけどもね、医療機関は大変みたいですね。だけにね、気をつけないといけないなとは思ってるんですけど、こればっかりはね、ああ、まあさ。今日も美味しくいただきました。ごちそうさまでした。